はい、どうも、モデリングスタジオジーグスさんです。よろしくお願いします。今回の動画ですね、ちょっと告知をさせていただきたいと思いまして、撮影しております。何の告知かと言いますと、毎年ね、11月に開催してる、僕が所属してるサークルの、模型展示会があるんですけれども、これのちょっとね、告知をさせていただきたいなと思います。はい。ということでね、詳細ね、この後いろいろお話ししようかなと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、今回の告知はですね、オープニングでも話しましたけれども、毎年ね、11月に、僕が所属しているサークルのね、主催の展示会がありまして、これをちょっと告知させていただきたいなと思いました。で、今回のですね、トピックは、大きく分けて3つありまして、まず1つ目は、ね、会場がですね、変わりまして、今までの会場よりもね、さらに大きな会場に変わります。で、まあ単純に言っておおよそ倍ぐらいの広さになるのかなというところですね。で、2つ目。これがですね、見えるかな？ちょっと反射してて見えなかったらごめんね。今年はですね、陸上自衛隊とコラボします。なので、陸上自衛隊のブースも当日あります。なので、そういう風にね、ミリタリー系興味ある方はぜひ来ていただければなと思います。そして3つ目、これですね、12分の 1F1 マシンブースを、設営しようかなと思ってます。で、時代関係なくね、メーカーも関係なく、12分の1の F1 マシンをね、ちょっとずらーっと並べてみようかなと。で、今考えてるのは、スターティンググリッドのように並べてみようかなと思って、台数がめちゃくちゃ増えたらね、そういうわけにはいかなくなるので、ちょっと斜めにね、置いてとか、横並びにずらーっと並べるっていうような展示になるかもしれませんけれども、とりあえず、12分の1の F1 マシンをね、持ってる方、もしくはこれから作ろうかなと思う方は、こちらの方のね、スペシャルブースの方に展示していただければなと思います。はい。それで、今回ね、開催日なんですけれども、ちょっと見えないよね。反射してんだよね。11月の3日の日曜日、それと翌日の4日の月曜日、で、時間が初日が10時から17時、で、翌日の、月曜日が10時から15時ということになってます。で、申し込みの方がですね、もう始まってまして、ちょっと裏面に行きますけれども、5月7日からもう開始してます。で、応募締め切りの方が、9月30日ということになってます。で、応募方法はですね、Google フォームよりお願いしてますので、概要欄の方にね、Google フォームの方を、リンク貼っておきますので、展示したいなと思ってらっしゃる方は、そちらの方から応募お願いしようと思っておりますので、よろしくお願いします。で、付け加え事項で言いますと、この展示会ね、毎年そうなんですけど、俺が主催じゃなくて、俺が所属してるサークルの主催なので、Google フォームの申し込みの通知とか、申し込みがありました等の通知っていうのも、俺のところに来るわけじゃなくて、担当者のところに行ってるので、問い合わせの方は極力ですね、このモデラーズクラブ石狩っていうところなんですけども、こちらのですね、X をフォローしていただいて、そちらの方にダイレクトメッセージ等々で問い合わせていただければなと。で、そこでね、うまくいかない場合は、僕のモデリングスタジオ G のホームページの方から問い合わせていただければなと思います。それと、参加料なんですが、2日間ありまして、2日間通しで1択3000円というふうになっております。で、上限は8択まで、1つのサークル、1つの団体で8択までということにさせていただいております。なので、8択マックスで借りると2万4000円ですね、っていうような感じになります。で、支払い方法は現金のみで、なるべくね、初日もしくは、来た日にね、受付にして先払いでということでやらさせていただきます。で、択数に関しては上限8択と設けてますけれども、もしね、それ以上出したいんだよということがあれば、最初に言いましたけどもね、会場がかなり広くなりましたので、多少の猶予はございます。ので、その時はね、要相談ということで、Google フォームの方のね、問い合わせ欄に、記載していただければ、担当の方から折り返し連絡が来ると思いますので、よろしくお願いいたします。
で、場所なんですけれども、参加してくれた方だったら去年、おととし、まあ今年で3回目なんですけども、去年おととし参加してくれた方だったら分かってると思うんですけど、今年は場所が変わりますと言いましたね。で、場所がですね、花川北コミュニティセンターというところの1階の体育館というところになります。で、今まではね、アートウォームというところでやってたんですけれども、どうしてもね、会場、まあ、雰囲気はいいんですけれども、ホールが狭くてですね、マックスでやっぱり50択ぐらいしか置けなかったんですね。で、会場を変えた理由なんですけれども、一昨年も言われましたし、去年も言われたんですけれども、私も出したかった、僕も出したかったっていうようなことを後から聞きまして、なんだろうな、出したかったのに展示できないっていうスペースの都合上ですね、展示できないという方が結構いらっしゃったということが分かりましたので、もっと会場広くないとダメだなということになったので、場所が変わりましたよということです。うちで言うと駐車場もね、前の会場はちょっと狭くてですね、すぐ満車になってしまうということで、いろいろね、止められないといったトラブルが出ましたので、今回の、花川北コミュニティセンターというところは、駐車場がね、一応100台止められるようにはなってはいます。ただし、コミュニティセンターなので、僕らだけの駐車場ではありませんので、他の団体さんもね、何かのことで使っていることもありますので、100台マックスで止められるというふうには思わないでいただきたいなと思います。そこだけはね、要注意ということで。ですので、まあ、広くはなったんですけれども、展示会にね、見に来られる方のことも含めて、なるべく車の方はまとめて来ていただければなと思いますので、搬入物がね、いっぱいあって1台じゃ収まらないんだよっていうのはしょうがないです。ただし、まとまって来れるようであれば、極力少ない台数で来ていただければなと思います。で、会場これわかるかな？ここにね、地図載せてあるんですけど、こういう感じで、で、チラシもですね、今、いっぱい配ってます。で、毎年参加してくれてる方は、この後ね、手元に行くと思いますので、それを見ていただければなと思います。ね、前、もうちょっと地図かけてますけど、この辺に前の会場があったんです。で、今、大きく変わって、こっちの方になったんですけど、ここになります。で、駐車場がね、あって、テニスコートがあるんですけども、イベントの時はここのテニスコートの駐車場になるということなんで、止めるときはこういう感じで止めていくと、ずらーっとね。いうような感じの駐車場になってます。はい。まあ、早口でね、ベラ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 喋ってますけれども、とりあえず今年はですね、かなり盛り上がるんじゃないかなと思います。で、重要なこと言ってなかった。見に来てくれる方は当然入場無料です。展示する方、参加する方はね、さっき言いましたけども、一泊3000円いただきますけれども、見に来られる方は入場無料ですので、駐車場も当然無料となりますので、気軽にね、遊びに来れると思います。で、一応ですね、会場が広くなりましたので、当日飛び込みでの展示も一応 OK にしようと思っています。で、もう一つは、懇親会も予定はしてるんですけれども、締め切らないとですね、どれぐらいの人数になるかちょっとわからないもんですから、今の段階ではどこでやるっていうふうには決まってません。なので、それはね、決まり次第追って皆さんに連絡するような形になると思いますので、ご了承ください。うん。あと、なんか言うことあったかな？あ、そうだ、ここね、今ね、今度の会場なんですけど、今は何もないんですけど、すぐそこにね、今ホテルを建設中でして、歩いて2分か、それぐらいのところ。本当に隣の隣ぐらいにホテルを今建設してますんで、それがね、来年開業予定なんですね。なので、今年はちょっと、宿に困ることあるかもしれないですけど、ちょっと車で動かないと。来年に関しては、そのホテルが開業してれば、歩いて来れるレベルになりますので、遠方の方ね、ぜひね、そのホテルに泊まっていただければ。別に俺回し物でも何でもないんですけど、本当に都合がいいぐらい近いので、地方から来られた方は、そのホテルで泊まっていただいて、2日目は歩いてくるとかっていうようなパターンでもいいですしね。まあ、いろいろ、宿が近いっていうのが便利になるんじゃないかなと思います。はい。あと何か喋ることあったかな？まあ、今年はね、まあ、間違えないでいただきたいんですけど、土日開催じゃなくて、ちょっとね、この会場を借りる都合上、日月開催になってしまったんですね。で、月曜日平日じゃんって思ったかもしれないんですけど、月曜日今年は祝日ですので、お休みの日になってますので、会社休まなきゃとか仕事休まなきゃっていうことにならないと思いますんでね。
よろしくお願いいたします。そんなものかなというところですね。あとなんかちょっと詳しく俺わかんないんですけど、この担当者に忘れますとですね、この自衛隊コラボの部分で言うと、自衛隊絡みの車両だったりとかっていうのも展示しに来てくれるみたいなようなことを言ってたような気もしますので、そういうところは結構大いに盛り上がるんじゃないかなと。で、俺的にはね、カーモデラなので、やっぱりこの12分の1の F1 マシンをたくさん展示したいなと思ってますんでね、12分の1メインで作っている方、もしくは12分の1の完成品を持っている方、F1 マシンですね、これから作ろうかなと思っている方は、大いにね、こちらの方にちょっと力を注いでいただきたいなと思います。これも、申し込み締め切った時点で何台申し込んだかと、いうところ、何台あるのかってことが確定しない限り、ちょっとどういうふうに展示するかっていうのは今の段階では決められませんので、申し訳ないですが、とりあえずあるよということだけご了承いただければと、よろしくお願いいたします。はい、ちょっとずっとベラベラ早くして喋ってますけどもね、今回はこの石狩模型人2024のちょっと告知をやらさせていただきました。はい、ということでね、毎年参加してくれてる方も、これから参加しようかなと思って考えてくれてる方もね、ぜひね、概要欄の URL より申し込みの方をよろしくお願いいたします。あ、そうだ、重要なこと言ってません。僕のところに直接、参加申し込み頼むなっていうことはちょっと申し訳ないですけど、できませんので、なるべく担当者に、何人申し込んだっていうことがわかるように、面倒ですけども、Google フォームの方から必ず申し込みの方をよろしくお願いいたします。はい、ということでね、今回はこの告知をやらさせていただきました。またね、次回の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。またお会いいたしましょう。さよなら。